ナマステ、サラマレコも元気でしょうか。お経も言ってみましょう。で、今日は、パレスチナの音楽ということで、連日ね、ニュースで本当に、痛ましい状況が報道されてますよね。で、私の住んでいる町でも、東京の吉祥寺ってとこなんですけど、先週のね、日曜日ね、デモありましたね。で、あれなんでこんなちっちゃい町でデモやってんのかなと思ったら、東京の結構こう主要なところでやって、イスラエル大使館の前とかでもかなりやってたみたいなんですね。なので、そう、せっかくなので、パレスチナのちょっと音楽を紹介していこうかなと思います。で、私、さっきね、なんか YouTube ペラペラって見てたら、なんかすごい可愛いね、YouTube のアニメーション、パレスチナのアニメーションが、パレスチナの女の子が転校生として学校に引っ越してきたよみたいなアニメーションが、まあ英語だったんですけど、でもすごいシンプルな、めちゃくちゃ短いアニメーションだったので、その中で、パレスチナの象徴的な音楽として紹介されていた楽曲がありました。なので、それをちょっと、かけていきたいと思いますね。なので、今日ちょっと音源を結構、かけていきますね。で、ちょっと待ってくださいね、今用意します。こういう感じなんですけど、どうですかね。いつも聞いてるね、アフガニスタン、パキスタンとか、もしくはイラン、ペルシア系の音楽と随分ね、印象が違いますよね。まあこれはそうだな、最近の演奏みたいなんて結構ベースっぽいのも入ってますよね。うん、そうそう。でもまあたまにはなんかいいですよね。もうなんかいかにもアラブみたいな雰囲気がしないでもないですよね。で、場所的にやっぱこうアラビア語圏ですし、そうそうですね、この笛の入り方とかすごいアラブっぽいなって。このプエテテ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 テとか、なんかこの すごくこう、そうですね、そうそう。で、私、12月9日に、メブラーナ記念コンサートで、エジプトの方がね、セマーゼンってくるくる回る踊りやるので、その方と一緒にやるんですけど、まあ、彼エジプトの方なので、彼が踊りやすいナンバー、これどうって言って紹介された音源が結構似てて、そう、こういうリズム形式で、リズムパターンで、ポレテケ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 ティーン、サガダガダガガみたいな感じで、すごいなんかこうキャッチーなね、しかもこう太鼓がほら、もっとこうはっきりしたパキパキしてますよね。そう、そう、だから随分アラブ世界とね、ペルシア世界、もしくはトルコ世界で音楽全然違うなっていうのが分かっていただければと思います。
すいません、なんかいきなり終わっちゃいましたね。はい、こんな感じでどうですかね。ちょっとじゃあ今、この音源じゃないこの曲ちょっとウードで弾いてみましょうか。全然ね、ラバーブの音楽世界とね違いますよね。これどうなんかな、あの微分音使ってんのかな、ちょっと調べてみようかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと微分音を使ってるかどうか見てみましょうか。ちょっと音楽的に検証してみましょう。ちょっとこれかけながら、2度のところがですね、サーレー、ここですね。すいません、なんかわかる。あ、微分音を使ってますね。微分音っていうのはあのピアノの音にはない音。これがE の音で、この辺か。サレレの部分だから2度の部分。面白いですね。うん、4分の1の音をね使っていることがねこれで確認できました。はい、いかがですかね。なので、まあ、音楽的に検証してみても、こういった国の音楽、こういった地域の音楽はねとても、豊かな音楽的な特徴があるってことがね分かりましたね。はい、でね、西洋的な音階だと多分ふわーってか、
さ漂うような音階を使ってるってことだよ。で、あの微分音って言っても実はそんなに難しく考えることなくて、このウードっていう楽器は自然に指を置くとこの2度が微分音になるんですね。そう、むしろこうここをちゃんとした半音に下げる方がちょっと手をクイッとこう反らせなきゃいけないから不自然な手の動きになったりとかして、そう、なんか以前僕アラビア音階は本当に気持ち悪いのかっていうねタイトルでちょっと記事書いたことがあって、それは割とこうビューね見ていただいたことがあるんですけど、そうなんですよね。でアラビア音階とかってやるとスペース気持ち悪いっていうのがね結構ねこうなってたんですけど、まあ気持ちいいとか悪いはその人の主観の問題なんですけど、まあそのなんだろうな、違和感の根拠としてやっぱり微分音っていうピアノにはない音、ギターにはない音、西洋音階にはない音を使ってるってことなんですよ。でも難しく考えること全然なくて、2度の音だけが微分音ですよね。してみてもこの地域の音楽がとても興味深い、とても何だろうね、新しいこう感覚を覚えることができますよね、まあ、多様性をこうがありますよね。そう、そういった感じでちょっと今回ね、まあ今いつもラバーブなんですけど、今回はウードを用いてこの何だろう、パレスチナの民謡における微分音を考察してみました。でなんかね不思議だなと思ったのは、このアラブ音楽ってだいたいこの西洋音楽でいうこう D の音、 ABCD の音が基準になっていることが多いんですけど、これなぜかこう E なんですね。うん、ミの音が基調になっている、トニックになっているってことで、あ、これもしかしてオスマン帝国の影響なんかなみたいなのちょっと思いましたね。長らくオスマン帝国があの辺をずっと支配していて、それで、まあ、イギリスの支配に変わるまでずっと支配していたんですよね。なのでこういうアラブ音楽の中にもこういうこうオスマンの音楽楽器がやりやすい調でやってるのかな。シリアとかね、あの辺もそうですけど、で僕のウードはイラク仕様なんですけど、でも弦をトルコ弦張ってあります。なので、トルコ調弦だし、私もオスマン古典音楽のアンサンブルで演奏することが多いので、まあ、トルコ調弦にしてるんですね。でこうこの曲なんか面白いなと思って、じゃあちょっと分析してみようと思ってウードを取ったら、やっぱり E のキーだから、つまり、トルコウードで弾きやすいキーだったんですよね。はい、じゃあすいません、ここからはちょっとラバーブでできるかどうか考察してみましょう。ラバーブでこのパレスチナのねアラブの微分音ができるかってことなんですけど、結論から言うとねできますね。フレット、微分音フレットを、ね、貼るだけで全然できるんですよね。でちょっとやってみようか、ドンより証拠ってことで。
こういう感じで、なんかできましたね。さまあ、ちょっとね低いキーなんですけど、これ E だから。ってことですけど、どんな感じでしょうか。ウードとラバーブの音をちょっと聞き比べてね、いただけたかと思うんですけど、すごい本当に全然違いますよね、はい。うん、またちょっとラバーブの話戻っちゃったんですけど、thank you。
とうございます。という感じで最後ねちょっとまたラバーブを弾いてしまいました。でラバーブでもね同じような音階できますね。で今の楽曲はアフガニスタンの、イラン国境の近くのヘラートっていう町に伝わるアサドゥラジョンっていう、曲だったんですね。はい、なのでまあちょっと私のメインの楽器であるラバーブの方にまた引きずってしまったんですけれど、今日はあのパレスチナの音楽に見る、微分音についてちょっとね、深掘りしてみました。うん、ちょっとねマニアックな領域ですよね。微分音って言われてもそんななんか親しみないし、むしろなんか気持ち悪いしみたいな、でも気持ち悪さっていうか 怖いもの見たさみたいな心理もやっぱあるじゃないですか。なのでそうで、ここまでこう食い込んでくる人ってかなりこうマニアックな人、ニッチな人っていうか、かなりそうですね、微分音って言っても、あんまりねみんなピンとこない人が多いので、ちょっと僕もあのそこをねこう微分音をばっかりを深掘りするのはちょっと最近やめてたんですけど、でもなんていうかな、こういうちょっと変わったフレーバーのスパイスもなんかたまには美味しいですよね。そう思ってちょっと今日はねご紹介しました。でも本当なんかまた最後ラバーブの話もなって申し訳ないんですけど、ラバーブって楽器はやっぱどっちにも一応適応できるなってね感じがありますね。あとなんか音色ってどうお感じになりましたかね。私の個人的な主観だけじゃないと思うんですけど、そのまあラバーブって楽器はスーフィーの楽器としてもこう使われてきてるし、まあその名前がねルーフっていう魂にも由来するって言われてるので、やっぱりウードの音と比べてラバーブの音がなんていうんですかね、このちょっとこう俗世間から離れてるっていうか、まあウードの方がだからこう使いやすいかったりはするんですけど、ラバーブどっちかというとこう瞑想的みたいな音がまあしますよね。はい、まあそういった感じでお伝えしてきました。そうで、まあウードもね僕はやっぱアンサンブルでは結構使うんですけど、やっぱり圧倒的にラバーブの方ばっかりこう弾いてしまうっていうね。だからパレスチナの民謡もラバーブで弾こうとしてしまう。で、そうですね、最後あのスーフィー音楽コンサートに戻るんですけど、12月9日のその、楽曲でそのジャーネ・ジャハーンっていう去年もやった楽曲なんですけど、シャムス・タブリーシーっていうジャラル・ウッディン・ルーミーが書いた、詩集の文言に基づく、曲なんですけど、そうで作曲者はこうイランの方なんで90年代の曲なんでね、なんか昔じゃないですけど、でも元々の詩は、12世紀かなの、ルーミーの詩に基づいてるんですけど、その楽曲の中でも微分音は、使われますね。ちょっとだけご紹介させてもらってよろしいでしょうか。ちょっと待って、あれなんかこれあれだな、ちょっとまた詩を、ご紹介しながらやらせてください。まあ、詩がとても重要な曲なので、すいません、パレスチナの音楽から離れちゃって、まあこっちの音楽なんですけど、ちょっと待ってね、
音ですね。これが B 分線。すいません、ちょっと途中までねやらせていただいたんですけど、どうですかね、なんか随分違うよね、アラブの雰囲気と、まあ、言葉も違うし、アラビア語とペルシア語って同じ微分音を使う音楽でも随分違いますよね。うん、なんかのうーんどうかな、アラビア語の民謡とかだと、まあ、なんていうんですかね、もう言葉もそうかもしれない、なんか土着的みたいなね、こう雰囲気がしないでもないですよね。うん、まあ、片やどうだろうな、まあ、ペルシャ語の響きとかってもっとこうサラサラしてるっていうか、なんかそんな感じあります。でも実際に、なんだろうな、アラビア語の発音とはまたちょっと違うニュアンスがねあるんですよね、ペルシャ語にもね。うん、なんかこうゴツゴツしてないっていうかな、でもそのアラビア語にはそのゴツゴツした魅力もあるし、まあ、どっちも面白いですよね。うん、はい、というわけで、最後またラバーブで弾かせていただいたんですけど、こういう感じで、パレスチナ民謡に見る
その微分音のお話をちょっとねになっちゃったねさせてもらいました。まあ音楽的にこうさせてもらいました。で、まあね、こう政治的にとかも本当にいろいろあって、もう痛ましいね事件なのでね、事件っていうかまあ戦争ですからね、本当にこう一刻も早くね収束することをね願ってます。はい、というわけで今日はちょっと音楽的に考察させていただきました。でこういう感じでね、やっぱりこう僕らが学んできた音楽にはないものを持ってるので結構あの学びになるので一緒に学びを深めていきましょう。で12月9日にメブラーナ記念コンサートをやるので、ぜひあの東京ジャミに来てくださいね。というわけで、サラムアレイクムホダハフィス。